真田氏は、信濃国の豪族として起こり、武家、家族だった、日本の士族。江戸時代に作成された、真田家系図によれば、真田氏は、聖和源治流帝保親王の孫の吉淵の王を祖とする家系とされ、信濃国小さ型軍の運の宗綱あるいは真田、よりの子という真田幸隆が、小さ型軍真田座と両して、 真田省の松尾城に居住して、以後、真田ダを名乗ったという。近世には、幕府からの求めもあって、大名の多くが、自家の刑図作りを行い出自を名族に結びつける、傾向にあり、真田氏刑図も新州松代藩主家となった真田家が、作成したものであることから、真田氏が、姓は源氏の出であるとする説は疑問である。そもそもそそとしている運の氏が、 シゲノシ着流を名乗っているが、出自を、生は源氏とすること自体がこれと矛盾する。運の氏との関係についても、自らを、シナノの名族であるシゲノシの着流である運の氏の、傍流とし、出自を結びつけた可能性が大きく、こちらにも疑問符がつく。他には、サナダ号が、古代の関巻地域であることに着目し、 国国管理者の大友氏が土豪化して、真田を名乗ったとする説。また、真田家の家伝に、下川王の子孫とする一説もあるが、これも、羊とするのは、不自然である。茂野氏参加系図では、鎌倉時代中期の運の三幸氏の子、長氏の子の幸春を、真田七郎としている。これが、系図における真田の書室である。応仁二年に起きた運の思考と、 村上頼清の戦いでは、真田号の荒井場上が戦場となっており、この時期に、真田氏が存在していれば、この戦いに巻き込まれていたことが考えられるが、その資料もないので研究が必要である。応答物語には、室町時代の王栄7年に、信濃守号が笹原氏に対する黒人領主の抵抗として起こった大東合戦において、大文字一期集の対象で、 重野三山熱氏の当主熱越後守る縁校の配下に、三田の名が見られ、これが、真田の当て字とする説が、現実的である。三田を、真田と読むとすれば、真田氏の所見となる。旧真田町に、真田横尾、極尾などの地名、集落があったことなどから、一つの集落を領する程度の小土豪だったと、推定できる。また、吉沢高軒が、 延鏡元年に表した、信用雑誌によれば、影響12年の有機合戦に参陣した、熱越後守る炎鉱の背下にも、大東合戦と同じく、真田玄太、玄吾玄禄の名が見られる。これらのことから、おそらく、真田氏は、茂野の三夜である根津氏の支流だった可能性が濃厚で、あろうと考えられている。はっきりしているのは、 戦国時代の初め頃、新州小さ方軍の山間にある、真田郷に、真田幸高と名乗る在地の土豪がいたということである。高次郎祭が記した、高次郎祭記の天文18年3月14日の、上に、七百貫分の御朱印、餅月玄三郎法へ、非加工真田渡るす、与田新左衛門受け取りと出ている。ここに出てくる真田氏が幸高である。 真田ダ市発祥の地として知られている旧、小さ型郡真田町は、品野川水系の上川の長谷寺沢の戦場地にあり、2006年に上田市に合併されている。標高750メートルほどの高所に開けている。旧、真田町は北に、標高1649メートルの大松山、西に1379メートルのお幸さん。 南に1 3 0 1メートルの東太郎山、東に2066メートルのえぼし山に囲まれた、小盆地である。真田は、独立した村でなく、寛永6年に、郝石村が、真田村と横沢村に分かれ、大日向村もできた。江戸時代の初頭には、郝石村の中の一集落と認識されていた。宝永3年の郝石の里指で蝶に、 真田村の個数は百二十八軒、人数七百四十七人、馬数七十二匹と記載されている。長谷寺は天文十六年、雪高が一位を立て、真田、山谷、津金を長谷寺と合し、上州の長源寺寄り伝、め幸運大和尚を称制した。天正二年五月十九日、雪高が没し、この曹洞宗真田三長谷寺に葬られた。遺 一徳祭伝月報両親大安主とある。真田市最初の拠点は、真田郷の北西にある、荒井場城といい、その後中央部の平坦地に内小屋城を築いた時期に、真田郷全域を掌握したと考えられる。天文十年の雲の平の戦いにおける真田市の、動向は資料にないが、戦いに敗れた、雲の宗島が、関東官令の上杉の政を頼って、 上野国に逃れるのと、同時期に、雪高も、上杉憲政の家臣で、上野国民の和上主、長野成政の下に身を寄せているので、当時は、近隣の有力勢力である、茂野一党に組み込まれて、運の型で戦ったことが、推定される。佐奈田正幸上杉の援助による、丘陵奪回が困難になると、信濃進行を行っていた会の武田晴信に仕えて、 給料を回復するとともに、縁故の重野氏の氏族が多い東、品野や上野方面で活躍し、次第に、真田氏の勢力基盤が築かれていった。この時期の本拠地は、真田士官、真田本城とも言われるが定かではない。武田野中においても品野先方衆の有力武将として、行高のみならず着南、信綱、次男、正照も活躍し、 信ぶは過労に、まさは、信玄直属のムカデ州を率いたとき、信玄に、兵部は、我が両目と言わしめるほどであった。また、三男、まさは、武藤家を、四男、信忠は、勝野家をそれぞれ継いでおり、真田一族は、武田家において徴用されていたことが伺える。なお、武田二十四将に、真田信ぶつま、まが入っており、 親子兄弟からこれほど選ばれている例は竹にはない。永六十年、着男、信綱が家督を継ぎ、天正三年の長篠の戦いで、当主、信綱と、次男、正輝が討ち死にすると、武藤喜兵を名乗っていた三男、正幸が、真田勢に復帰して、家督を相続する。正幸は、信玄の禁樹を務めたこともあり、武田氏滅亡時には、武田勝頼に、 真田の影響下にある、東山中の要害の地位は別上に籠もることを、進言したという。正幸は、武田氏が滅んだ後織田信長に教順した。しかし本能寺の変で、信長が応詞すると、正幸は、本拠地として、上田城の築城に着手しながら混乱する市なのに、あって、主家を転々と変え、真田家の勢力維持に奔走する。 徳川氏と北条氏が交進をめぐって退陣した、天正神後の乱の和議では、上野を北条領とし、真田氏支配の沼田城周辺も北条に割上するが、徳川は、その代替地を用意することが定められた。しかし正幸はこれを拒否したため、徳川軍7000の攻撃を受けるが、正幸は2004人の城兵で、上田城を守り切った。これで、真田氏は、 独立した大名として認められることになる。最終的に正幸は、上杉影勝を通じて、豊臣秀吉の進化に入り、秀吉の命で、徳川家康と和解する。そして、徳川氏のよ力大名となったことから、嫡男、信行と、本田忠勝の娘で家康の養女となった、小松姫との婚姻がなった。これらの過程で、真田宗家は、名目上は、 徳川氏の寄木大名だが、実際は、豊臣の家臣である正幸と、次男、信主と、名目上は、正幸の所領の一部を収める領主だが、実際は、徳川の寄木大名である長男、信行の2や体制となる。なおかつの家を継いだ信忠も、武田家滅亡後は、真田政に戻り、北条、徳川、鴨モと主家を変えてながら、真田文家を起こしている。 ガモウジサトの死後は、徳川家に帰参して旗本奉行を務め、大阪の陣では、家康の使者として、信重を相手に交渉したことで名を挙げた。この系統は、以後五千国の大見旗本として幕末まで続いている。慶長五年に、石田三成らが、徳川家康に対して挙編して、関ヶ原の戦いが起こると、正幸は西軍に、 信行は東軍に分かれることになった。正行と次男、信重は、上田城で徳川秀忠率いる約三万の軍勢をわずか数千で迎え撃って、秀忠軍を釘付けにし、秀忠の関ヶ原地産の一員を作ったと言われた。しかし努力の甲斐もなく戦いは、東軍の勝利となり、同年12月13日に正行と信重は、 聞いたかの山山六の久戸山に異流刑となる。しかし、正幸が実況となっても、その所領は東軍についた、長男、信行改め、信行に継承された。これで信行は、従前から任されていた、沼田領と合わせて、都合九万五千国を治行することになり、ここに、上田藩を立藩した。信行以後の佐田だけが、江戸幕府から、戸様大名ではなく、 不大格として扱われるのはこのためである。慶長19年から20年に起きた大阪の陣でも信行は徳川方に就いたが、弟の信繁は豊臣方に馳せ参じて家康を手こずらせた後討ち死にしている。この信繁の次男、片倉主神は後に道のく仙台藩士となり、これを祖とする仙台佐奈だけがやはり幕末まで続いている。また、 正幸の諸子は信幸に従い、三男の信勝と孫の信近は後に旗本に取り立てられたが、断絶している。元那二年、信幸は沼田より上田に移り、沼田領三万国は、長男、新吉に任せることになった。元那八年になって信幸は、松城藩十三万国へ、加族天保となったが、 この際にも沼田寮は引き続き所領として認められている。官営11年に沼田寮を預かる新吉が死去すると、新吉の長男、熊之助が相続したが、その熊之助も官営15年に死去したため、信行の次男、信正が沼田寮を相続した。明暦二年、数え九十歳になっていた信行が隠居し、沼田領を任されていた信正が、松代藩、 第二大藩主となった。この際に、沼田領は、熊之助の弟、信利氏が相続している。しかし二年後に、信政が死去すると、信行の判断により、信政の六男で数え二歳の行動が、第三大藩主となったが、信行の次男、信政の系統に、真田氏着流が移ってしまったことに、信行の長男、新吉の子である信利氏が反発しお家騒動となった。 最終的には、信行の貢献により、行動が、松代藩を10万国で相続し、沼田領は幕名により正式に、沼田藩3万国とすることで決着した。その直後に信行は死去している。行動は長じて、江戸城の不信や朝鮮通信使の共和役などを、無難にこなし、教皇十二年七十歳の天寿を、全うした。一方の信とは、 松代藩に対抗して、領内検知を行うと名目校の5倍近い実高14万4千国という、途方もない数字を叩き出して幕府に報告。この結果領民は従税に苦しめられ、天下元年に、杉木茂左衛門が直訴するに及んで、沼田藩は、地政不良で改役となっている。行動には成人した男子がいなかったため、兄でやりながらゆえあって、旗本寄り合いとなった。 新丸の七男、信広を軽視に迎え第四代藩主とした。信広の子で、第五代藩主となった信康は、田村藩衛門を登用して、藩内の統制を図り、千曲川改修工事などを行っている。しかし一年の藩政改革はうまくいかず、法歴元年には、松城藩で初となる一揆を引き起こしたため、信康は政治に嫌気して隠居し、長男、幸広が、 第六大藩主となった。雪広も女民親を登用した反省改革を行ったが、こちらは成功を収めている。雪広には後取りの男子がいなかったため、娘の三千姫の婿養子に、大見彦根藩から退老、井直なの旧男、幸い戦を迎えて第七大藩主とした。ここに、真田本家では、真田氏団家の血筋が耐えることになった。 さらにこの高専にも男子がなかったため、娘が、とうとう海浜松藩主、井上聖保に嫁いで産んだ正樹を養女に取り、その婿養子に、道のく白川藩から、老中主座、松平定信の次男、雪面を迎えて、第八代藩主とするに至って、藩主は、第八代将軍、徳川吉宗の彦となった。雪蔵は、老中となり天保の改革の一翼を担ったほか、 反省では、佐久間正山を登用して、食産工業政策を行った。佐田家は、この、雪面の時に、神名乗りが、伊豆守から品の守に変わっているが、国主ではない大名が、両国の国使名を名乗ることを許されるのは、極めて稀なことだった。雪面には、実子の雪吉がいたが、佐田家に、養子入りする前年に生まれた子だったため、幕府には、 ジップ、サダのバッと届け出ていた。ところが雪キは、この、雪キヨシの他に成人した男子を得なかったので、この実施を養子子として迎え入れることになった。しかしこの雪キにも先立たれたため、その長男、公共に家督を譲って、第九代藩主とした。公共は病弱だったため、藩祖、信行の弟、信重の子孫にあたるいよう和島藩主。 だて宗成なりの長男、公民を養子氏に迎えたため、ここで、宗家は、女系でも、半祖信之と血がつながらなくなる。公民が重大藩主を集放した翌年に幕府が、崩壊。松代藩は速やかに、新政府に対して、強順の姿勢を示し、母親戦争では、官軍の一員として、王宇戦線に藩兵を送り、先行を挙げている。 藩赤奉還のご家族に列して、藩知事となり、廃藩知県を迎える。佐田家は1884年の家族例で、表高は10万国だが、収納を3万7150国であったため、白尺の内規である、現米5万国以上の中藩に該当せず、死尺に除された。しかし1891年になって、維新の折に見せた。 教順の姿勢や続く母親戦争における選考などが、侵赦され、ここに晴れて白赦に昇赦している。以後は、公民ゆきまさ工事吉長、幸い春と直系で加盟を受け継ぎ、伊達宗なりの断剣子孫として、今日に至っている。なお、現当主の幸い春は、工学者で、慶應義塾大学教授。一方で、公共の実施である幸男は、 断爵化を起こして分家。こちらは、信行の女系子孫であるとともに、強法の改革を行った江戸幕府第八代将軍、徳川吉宗の次男、田安宗武の男系子孫として続いている。江戸時代の真田氏の縄文は、関西重修諸家府によると、真田線とも呼ばれる、六連禅である。俗に、六文線とも、六文連禅とも言う。主に六連禅は、 戦時の旗印として、結び仮金、須浜はそれ以外の場で使われたが、徐々に六連前の使用頻度が高くなり、六連前以外の門の使用頻度は低下したが、替え門として引き続き使用された。稲田氏が六連前を用いたのは、雪綱が武田氏に侵入した際との逸話が残されている。稲田氏の源流であるとされる雲動氏は、 重野の着流を名乗り、重野氏の家門である、ガツテン七供養にちなみ、月林七供養を家門にしていたことがわかっている。一方、江戸時代に、岡部藩として存続した、駿河安部谷の安部氏や越後町美化の記録にある、上州安妻軍の羽をし、長倉追抜記に記載された、羽田氏など、運の支流を名乗る氏族の家門に六連禅や、その類似門、六連天が登場する。 これらは雪綱が武田氏に侵入する以前から用いていた痕跡があり、真田氏を含む運野市流氏族の六連禅は、運野氏からの継承ではないかと思われる。現在のところ、中世運野氏が六連禅を用いた資料は確認されていないが、日本家門研究会は、関東幕中門に葉を、王土など、運野一族が六連天を用いていること。 江戸旗本雲野家が六連禅を本門としていること、現在の雲野勢で地域を問わず広く六連禅が用いられていることから類推して、六連禅は、真田氏独占の家紋ではなく、品濃国の大族重野氏から出た雲野氏の代表家紋の一つであろうとしている。またその他重野氏系では、根津氏の代表家紋の一部にも六連禅が使われている。江戸時代には、 真田幸村を取り上げた物語や真田氏の武勇を題材にした講談などの影響で、六分線イコール真田と認識されるようになる。江戸時代や明治時代の浮世絵などでは、大阪の陣において、真田幸村の舞台が、六分線の旗を掲げて、徳川家康の本人を襲撃する場面が描かれているが、大阪夏の神図屏風の真田隊の旗としては、 総赤に金銭の旗が描かれ、旗門は描かれていない。その一方で、六連禅が描かれた総赤の切り先折りがかりの上り旗があるが、実際の使用についてはつまびらかではない。真田氏は有力な武家診断であるとともに、金世大名として存続していることから、戦国期以来の多くの家電文書や反戦資料が、 現存しており、家市編纂の遅れや強法16年の江戸判定、消失で失われた文書も多いものの、現在では1981年に、真田家文書として刊行されている。また、松代藩市の四川書である、新武内伝や、茂の関、幕末に編纂された、真田や五字石校などの編纂物もあり、真田氏は元より、武田氏研究においても、 基本文献となっている。近代には、昭和戦前期に、藤沢直江が、真田文書集において、関係文書を紹介し、伊坂直一は、新聞内伝などの編纂物の他西上野の、資料である、風ざ記や、軍記物である、公用軍艦などの資料も活用して、表伝真田一家、真田三代年表、真田三代録などの定本を著述している。 昭和戦前期には、資料紹介や、戦記類が中心であったが、戦後には、品野資料や、群馬県史など、自治体史類の観光や、武田市、御法上市など、真田市とも関係する戦国大名研究の進捗に、伴い実証的研究が本格化している。小林慶一郎は、真田一族において、数々の真見解を示しているほか、 近世の真田藩政史では、上野国東ず軍や沼田藩政史の研究を行った、山口武夫、松代藩政史の研究を行った、田中聖三郎らがいる。他、真田氏の近世大名家の家庭を検討した、川内八郎や山岡新一、東軍攻略に関する、唐沢貞一、警府交渉の寺島隆史、 武田市研究の立場から研究史の整理や両国、形成過程に関して検討を行っている、堀内徹や柴辻春六ら多くの研究者がいる。真田市経図、真田市経図、ありがとうございます。